今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって知ってるよな？もちろんよ。あの、メタルとアイドルが融合した独特な音楽のグループよね。そうそう、あの独特な音楽が話題になって世界中で人気になったんだぜ。でも最近ユーメタルが脱退しちゃったんでしょ？あれって一体何があったのかしら？ユーメタルの脱退理由は公表されていないから噂がいろいろあるんだぜ。そうなのね。何か真相を知りたいわ。実は、ユーメタルの脱退理由にはいくつかの可能性があるんだぜ。可能性ってどういうこと？まず一つ目は病気だぜ。病気？ユーメタルは以前から体調不良を訴えていて活動休止していたんだぜ。そうだったわね。もしかしたら病気で活動を続けるのが難しくなったのかもしれないわね。二つ目は学業との両立が難しくなったって可能性があるんだぜ。学業？ユーメタルは高校に通っていたんだけど芸能活動と学業の両立が大変だったんだぜ。なるほど。アイドル活動と学業って確かに大変よね。三つ目は精神的な負担が大きかったって可能性もあるんだぜ。精神的な負担？ユーメタルはアイドルとして常に注目を浴びていたしプレッシャーも大きかったんだぜ。確かにアイドルって常に笑顔を見せることが求められるし大変な仕事よね。四つ目はメンバー間の人間関係が原因って可能性もあるんだぜ。メンバー間の人間関係？メンバー間で何かトラブルがあったのかもしれないんだぜ。まさかそんなことある？五つ目は脱退はユーメタル自身の意思によるものって可能性もあるんだぜ。ユーメタル自身の意思？ユーメタルはアイドル活動を続けることに疑問を持ち脱退を決意したのかもしれないんだぜ。まさかユーメタルはアイドル活動をやめたかったのかしら？真相は本人しか知らないんだぜ。そうね、真相は本人しかわからないわね。でもユーメタルの脱退はバビーメタルにとって大きな損失だったのは確かだぜ。ユーメタルの脱退は本当に残念だったわね。でもこれからもバブメタルを応援したいわ。ユーメタルの脱退後もバビーメタルは活動を続けているぜ。そうよね、これからも頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルの真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルってアイドルとメタルを融合させたユニットだよな。そうね、独特な世界観が魅力よね。でもさ、なんでバビーメタルはあんなに人気があるんだ？確かに海外でも人気よね。理由が知りたいわ。バビーメタルの人気の理由はいくつかあるんだ。具体的に教えてくれる？まず、メタルというジャンルの意外性。アイドルがメタルを演奏するって今までなかっただろう？確かに新鮮よね。それにメタル特有の激しいサウンドとアイドルの可愛らしさのギャップが中毒性があるんだ。なるほど。確かに激しい音楽と可愛らしいパフォーマンスの組み合わせは魅力的よね。そしてバビーメタルには独特の世界観があるんだぜ。どういうこと？バビーメタルの世界観は日本の伝統文化と西洋のメタル文化が融合した独特な世界観なんだ。日本の伝統文化とメタル文化の融合、確かにバブメタルの衣装やパフォーマンスには日本の伝統文化を感じられるわね。それにバビーメタルの楽曲は日本の伝統的な音楽要素を取り入れた新しいメタルサウンドなんだ。そうなのかしら？例えば、バビーメタルの代表曲である、ロアット・オフ・レシスタンセ、は、日本の伝統的な音楽要素を取り入れた、力強い楽曲なんだ。聞いてみるわ。さらに、バビーメタルは、世界中のメタルファンを魅了する、高い演奏技術も持ち合わせている。そうなのね。バビーメタルのメンバーは、全員が実力派のミュージシャンなんだ。すごい。そして、バビーメタルは、世界中の音楽ファンを魅了する、魅力的なパフォーマンスも披露している。確かに、バブメタルのパフォーマンスは、
エネルギーに満ち溢れていて、見ている人を魅了するわね。バディメタルは、まさに、アイドルとメタルの融合という、新しい音楽ジャンルを切り開いた、革新的なユニットなんだぜ。なるほどね。バディメタルの成功には、多くの要因が重なっているんだ。いろいろ教えてくれて、ありがとうね。どういたしまして。バディメタルの魅力を理解できたかな？うん、よくわかったわ。ありがとうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバディメタルがなぜ欧米で人気なのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、バディメタルってのは、メタルとアイドルを融合させた、唯一無二の音楽性を持ったグループなんだぜ。そうよね。メタルとアイドルって、一見、侵略のイメージよね。そうなんだよな。でも、そのギャップが逆に新鮮で、海外の音楽ファンを引きつけてるんだぜ。なるほど。ギャップが、魅力っていうのはよくわかるわ。それに、バディメタルの音楽は、単純にかっこいいんだぜ。確かに、バブメタルのライブ映像とか見ると、めちゃくちゃパワフルで、かっこいいよね。そうだろう？激しいメタルサウンドと、アイドルらしいキュートなパフォーマンスが、見事に調和して、中毒性のある音楽を生み出してるんだぜ。中毒性があるって、どういうこと？つまり、一度聴いたら、もう頭から離れない。そんな魅力的な音楽ってことだよな。確かに、バブメタルの曲は、頭に残るわね。あの独特のメロディーと、SU メタルの声が、印象的よね。そうそう、スメタルの声は、力強くて、伸びやかで、メタルサウンドにぴったりなんだぜ。私も、SU メタルの声は好きよ。力強くて、でも、繊細な部分もあって、すごく魅力的よね。他にも、バディメタルは、楽曲のクオリティが高いんだぜ。楽曲のクオリティが高いって、どういうこと？つまり、音楽的に洗練されていて、聞き応えがあるってことだよな。ふむふむ。例えば、バディメタルの曲は、メタルの要素を取り入れつつも、ポップな要素も含まれていて、幅広い層に受け入れられるような楽曲になってるんだぜ。なるほど。メタルだけじゃなく、ポップな要素も入ってるから、聞きやすいのかもしれないわ。そうなんだよな。それに、バディメタルは、楽曲だけでなく、ライブパフォーマンスも素晴らしいんだぜ。ライブパフォーマンスも、すごく魅力的よね。あの、激しいダンスと、迫力のある演出は、圧巻だわ。そうだろう？あのライブパフォーマンスは、見てるだけで、元気が出るよな。本当に、ライブに行ってみたいわ。バディメタルは、海外でも精力的に活動していて、多くのファンを獲得してるんだぜ。海外でも人気なんだ。それはすごいわ。そうなんだよな。バディメタルは、言語の壁を越えて、世界中の音楽ファンを魅了してるんだぜ。素晴らしいわね。バブメタルは、本当にすごいグループね。そうだろう？バディメタルは、日本の音楽シーンに革命を起こした、まさに伝説的なグループなんだぜ。確かに、バブメタルは、日本の音楽シーンだけでなく、世界の音楽シーンを大きく変えたグループよね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバディメタルのゆえメタルさんの脱退理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、ゆえメタルさんの脱退理由だけど、公式発表では、楽業に専念するため、ってなってるんだぜ。そうね、でも、ネットではいろいろ噂されてるみたいよね。そうなんだぜ。実際、楽業に専念するためって理由だけじゃ、納得できないって意見も多いんだよな。どうして？だって、ゆえメタルさん、当時まだ高校に通ってただけだったんだぜ。高校に通ってただけなのね。うん、しかも、アイドル活動と楽業を両立させてきた実績もあるんだぜ。そうよね。じゃあ、他に、何か理由があるのかしら？だから、ネットでは様々な憶測が飛び交ってるわけだ。具体的に、どんな噂があるの？よく言われてる理由として、メンバー間の不仲とか、事務所とのトラブルとか、体調不良とかがあるんだぜ。メンバー間の不仲って、どういうこと？例えば、ゆえメタルさん方のメンバーとうまくやっていけなかったとか、そういう噂だよな。そうなのかしら。でも、実際のところ、不仲説については、信憑性の高い情報はないんだ。
そうなのね。事務所とのトラブルについても、具体的な根拠は出てきてないんだぜ。やっぱり、真相はわからないのね。体調不良についても、公式発表以外に明確な情報は出てきてないんだぜ。そうよね。結局、真相はユイメタルさん本人しかわからないんだ。そうね。だから、いろいろな憶測が飛び交ってるんだけど、真相は闇の中ってわけだぜ。やっぱり、謎が多いわね。でも、ユイメタルさんは、今は自分のペースで過ごしてるみたいだし、それが一番いいんじゃないかな。そうよね。ちなみに、ユイメタルさんが脱退した後、バビーメタルは活動を続けてるんだけど、新しいメンバーは加わってないんだぜ。そうなのね。今は、スメタルさんとモアメタルさんの二人で活動してるんだ。二人になっても、バブメタルは活動を続けるのね。うん、二人になっても、バビーメタルはバビーメタルなんだぜ。そうよね。これからも、バビーメタルの活躍を期待しようぜ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はユイメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、ユイメタルの病気についてだな。これは、多くのファンが心配していることだろう。そうよね。私も気になってたの。実は、ユイメタルの病気については、公式な発表はされていないんだ。え、そうなのね。だから、憶測が飛び交っている状況なんだ。やっぱりそうなのね。ただ、憶測の多くは、ユイメタルが体調不良で活動休止になったことから、重病説や難病説が流れているんだ。それは、ちょっと怖い話ね。実際、重病説や難病説は、根拠が乏しいんだ。本当？ユイメタル本人が病気について公表していないし、事務所も明確な説明をしていないんだ。じゃあ、何で病気説が出たのかしら？それは、ユイメタルが活動休止中に、スンスで病気療養を匂わせるような発言をしていたことから、憶測が広がったんだ。そうだったのか。しかし、その後、ユイメタル自身は、病気について具体的に言及していないんだ。そうか。じゃあ病気ではないのかもしれないわね。その可能性もあるし、もしかしたら、軽度の病気だったのかもしれない。それは安心したわ。いずれにしても、ユイメタルの病気については、本人の意思を尊重するのが大切だな。それはそうね。次に、ユイメタルの高校についてだな。ユイメタルは高校に通っていたの？ユイメタルは、高校に通っていたかどうかは、公表されていないんだ。え、そうなの？ただ、一部のファンサイトでは、ユイメタルが高校に通っていたという情報が流れているんだ。そうなんだ。しかし、その情報源は不明だし、信憑性も低いんだ。そうか。ユイメタルの高校については、真相は不明なんだ。わかったわ。次に、ユイメタルの不登校についてだな。ユイメタルは不登校だったの？ユイメタルが不登校だったかどうかは、公表されていないんだ。え、そうなの？ただ、ユイメタルが活動休止中に、不登校説が流れていたんだ。そうなんだ。しかし、不登校説も、具体的な根拠はないんだ。そうか。ユイメタルの不登校については、真相は不明なんだ。わかったわ。次に、バビーメタルの解散についてだな。バブメタルは解散したの？バビーメタルは解散していないんだ。よかった。ただ、2023年に、ユイメタルが活動休止し、3人体制になったことから、解散説が流れたんだ。そうだったのか。しかし、バビーメタルは、その後も活動を続けているんだ。本当？2023年には、新しいアルバムをリリースし、ワールドツアーも開催したんだ。すごい。だから、バビーメタルは解散していないんだ。安心したわ。最後に、バビーメタルの再結成についてだな。再結成って、ユイメタルが復帰すること？そうだな。いつ再結成されるのかな？実は、ユイメタルの復帰時期については、公式な発表はされていないんだ。え、そうなの？だから、いつ再結成されるのかは、まだわからないんだ。そうか。ただ、ユイメタル自身は、復帰に向けて努力しているという情報があるんだ。本当？ユイメタルが復帰すれば、バビーメタルは再び3人体制になるだろう。楽しみだな。今後のバビーメタルの動向に注目だな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。
今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって知ってるよな？もちろんなのよね。あの、赤い衣装の女の子たちよね。そうだな。バビーメタルは、2010年に結成された日本のアイドルグループだぜ。アイドルなのね。でも、メタルって言うから、ロックっぽいイメージもあるわよね。その通りだぜ。バビーメタルは、アイドルとメタルを融合させた、新しいタイプの音楽グループなんだ。へえ、面白いわね。でも、なんでメタルなの？バビーメタルは、メタルコアという激しい音楽スタイルを取り入れてるんだぜ。メタルコア？なんか難しそうね。簡単に言うと、ヘブイメタルの中でも特に激しい音楽だぜ。なるほどね。でも、アイドルなのに、激しい音楽って、ちょっと意外だわね。それがバビーメタルの魅力なんだぜ。アイドルの可愛らしさと、メタルの激しさが、絶妙に調和してるんだ。確かに、バブメタルの音楽は、中毒性があるわよね。そうだろう。バビーメタルの音楽は、世界中で人気があるんだぜ。すごいわね。世界中の人々に愛されてるなんて、すごいわ。バビーメタルのメンバーは、スメタル、ユイメタル、モアメタルの3人だぜ。3人なのね。それぞれ、どんな役割があるの？スメタルは、ボーカルを担当してるぜ。あの、力強い歌声の女の子ね。そうだな。スメタルは、パワフルな歌声で、メタルコアを歌いこなすんだぜ。すごいわね。ユイメタルとモアメタルは、バックダンサーで、スメタルをサポートしてるぜ。なるほどね。バビーメタルは、メタルコアだけでなく、ポップソングやエレクトロニックミュージックも取り入れてるんだぜ。いろんな音楽を取り入れてるのね。だから、飽きないのかしら？そうだな。バビーメタルは、常に新しい音楽に挑戦してるんだぜ。すごいわね。バビーメタルは、世界中の音楽ファンから注目されてるんだぜ。これからも、バブメタルの活躍が楽しみね。バビーメタルは、これからも、世界中を熱狂させる音楽を奏でてくれるだろうぜ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって知ってるよな？もちろんよ。あの、赤い衣装で、激しいダンスをするアイドルグループよね。そうだな。あの独特なスタイルは世界中から注目を集めてるんだぜ。確かに、海外でも人気みたいよね。でも、あの激しさは、ちょっと私、ついていけないわ。へ、最近の若い子には理解できないのか？そんなことはないわよ。でも、あの、メタルサウンドとアイドルの融合って、ちょっと斬新すぎて。斬新って言うなよ。バビーメタルはただメタルをアイドル風にアレンジしただけじゃないんだぜ。そうなの？バビーメタルは、メタルの要素とアイドルの要素を完璧に融合させた、まさに新時代のメタルアイドルなんだ。なるほど。じゃあ、具体的に、どんな点が新しいの？まず、楽曲の構成だな。バビーメタルの楽曲は、メタルのヘブイなサウンドと、キャッチーなメロディーが組み合わさってるんだぜ。確かに、あの激しいギターリフと、覚えやすいメロディーは印象的よね。さらに、パフォーマンスも注目すべきポイントだ。あの激しいダンスと、ステージングは、メタルファンもアイドルファンも魅了するんだぜ。確かに、あの激しいダンスは、見てて飽きないわね。それに、メンバーの個性も魅力的なんだぜ。特に、スメタルの力強い歌声と、ユイメタルのキュートなダンスは、まさに最強の組み合わせだ。SU メタルの歌声は、本当にパワフルよね。ユーメタルのダンスも可愛いし、二人の組み合わせは最高よね。そうだろう。バビーメタルは、まさに、メタルとアイドルの融合が完璧に実現した、奇跡のグループなんだぜ。確かに、バブメタルは、他のグループとは違う魅力があるわね。だから、世界中で注目されてるんだよな。そうよね。ちなみに、バビーメタルには、モアメタルっていうメンバーもいるんだぜ。え？知らなかったわ。モアメタルは、ユイメタルと同じく、バックダンサーとして活躍してるんだぜ。へえ、モアメタルは、ユイメタルとはまた違った魅力があるんだぜ。どんな魅力なの？モアメタルは、ユイメタルよりも大人っぽい雰囲気で、ダンスもセクシーなんだぜ。へえ、でも、残念ながら、モアメタルは2023年に脱退しちゃったんだぜ。え？脱退しちゃったの？
なんで？理由は明らかになってないんだけど、体調不良とか、音楽性の違いとか、いろいろ言われてるんだぜ。そうなんだ。でも、モアメタルは脱退した後も、自分の道を歩んでるみたいだぜ。そうか。ちなみに、ユイメタルも、2023年に脱退しちゃったんだぜ。ええ？ユイメタルも？ユイメタルは、モアメタルと同じく、体調不良を理由に脱退したんだぜ。ユイメタルも体調不良だったの？ユイメタルは、その後も、体調不良で活動休止が続いてたけど、最近、復活したみたいだぜ。よかった。ユイメタルは、復帰後も、バディメタルの活動に貢献してるんだぜ。そうか。バディメタルは、これからも、メタルとアイドルの融合を追求していくだろうぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって知ってるよな？もちろんよ。激しいダンスとメタルサウンドが印象的なアイドルグループよね。そうだな。バディメタルは2010年に結成された日本のアイドルグループだ。そうなのね。でも、バブメタルって解散したんでしょ？解散は2023年だ。そんなに前なのね。そうなんだ。当時はメンバーの一人である水野よしゆいちゃんが脱退して、その後、グループは活動を休止した。そうだったわね。だけど、2024年に再結成されたんだ。嬉しいわね。復活を待っていた人も多いんじゃないかしら？そうだな。バディメタルの復活は、世界中のファンを喜ばせたんだ。バブメタルって、海外でも人気があったの？かなり人気があったんだ。へえ。バディメタルは、海外での人気も高く、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、世界中でライブを行っていたんだ。すごいわね。バディメタルの音楽は、メタルとアイドルという一見、相反する要素を融合させている点が特徴なんだ。確かに、メタルなんだけど、キャッチーなメロディーも、すごく魅力的よね。そうだな。バディメタルの音楽は、海外のファンにも受け入れられたんだ。どんな反応があったのかしら？海外のファンは、バディメタルの音楽とパフォーマンスを絶賛していたんだ。やっぱりね。バディメタルは、海外メディアでも大きく取り上げられ、世界的な人気を博していたんだ。すごい。バディメタルは、日本のアイドルグループでありながら、世界で活躍する、まさにグローバルな存在だと言える。なるほどね。バディメタルの再結成は、世界中のファンにとって喜びのニュースだったんだ。今後の活躍も期待されるわね。バディメタルは、今後も世界を舞台に活躍していくんだろうな。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバディメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バディメタルって知ってるよな？もちろんよ。メタルとアイドルを融合させた、ちょっと不思議な音楽のグループよね。そうだな。最近は海外でも人気が出てきてるみたいだし、ちょっと調べてみたんだぜ。へえ、どんなことがわかったの？まず、バディメタルは普通のアイドルグループとは違うんだぜ。どういうこと？バディメタルは、メタルというジャンルを軸に、アイドル要素を取り入れた、全く新しい形の音楽グループなんだ。なるほど。だから、メタルファンにもアイドルファンにも受け入れられてるのかもしれないわね。その通りだぜ。さらに、バディメタルは海外進出に成功しているんだ。そうよね。海外でも人気があるってよく聞くわ。海外で成功した理由はいくつかあるんだぜ。どんな理由があるのかしら？まず、バディメタルの音楽は、メタルのヘブイさとアイドルの可愛らしさという、一見相反する要素が融合しているんだ。確かに、メタルの力強さとアイドルの可愛らしさは、独特の雰囲気を出してるわよね。その独特な組み合わせが、海外の音楽ファンにも受け入れられているんだぜ。なるほどね。さらに、バディメタルは、日本の伝統文化を取り入れたパフォーマンスも特徴なんだ。そうよね。和太鼓とか、日本の伝統芸能を取り入れてるわよね。そうだな。その伝統文化を取り入れたパフォーマンスは、海外のファンにとって新鮮で魅力的なんだぜ。新鮮で魅力的って、具体的にはどういうこと？例えば、海外では、日本の伝統文化に対する興味関心が近年高まっているんだぜ。そうなのかしら？バディメタルは、
その興味関心をうまく利用して、海外のファンにアピールしているんだ。なるほどね。日本の伝統文化に興味がある海外の人が、バブメタルを通して、日本の文化に触れるっていうことね。その通りだ。バビーメタルは、海外のファンに日本の文化を伝える役割も担っているんだぜ。そう考えたら、バブメタルはすごいグループね。さらに、バビーメタルは、海外の音楽シーンで積極的に活動しているんだぜ。海外で積極的に活動してるって、どういうこと？海外のフェスに出演したり、海外のアーティストとコラボしたりしているんだ。海外のフェスに出演したり、コラボしたりって、本当に積極的に活動してるわね。その積極的な活動によって、バビーメタルは海外の音楽ファンに知られるようになったんだぜ。積極的な活動によって、海外のファンに知られるようになったっていうのは、すごいわね。さらに、バビーメタルは、独自のエンターテイメント性を追求しているんだぜ。独自のエンターテイメント性って、どういうこと？バビーメタルは、音楽だけでなく、パフォーマンスや衣装にもこだわっているんだ。確かに、バブメタルのパフォーマンスは、独特で、見てて飽きないわよね。その独自のエンターテイメント性も、海外のファンに受け入れられているんだぜ。なるほどね。音楽だけでなく、パフォーマンスや衣装にもこだわっているから、海外の人も魅了されるのかしら。その通りだ。バビーメタルは、音楽、パフォーマンス、衣装、すべてにおいて、独自のエンターテイメント性を追求しているんだぜ。バブメタルは、本当にすごいグループね。だから、バビーメタルは海外でも成功したんだ。納得ね。バビーメタルは、今後も海外で活躍していくと思うぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。